はい、サイ後ワイドワイドワイドはい、皆さんこんばんは。今日は3月15日、月曜日、時刻は午後7時を回りました。伊波大師の闘牛列伝のお時間です。この番組は沖縄伝統の文化である闘牛、牛オラ星について語っていく闘牛情報バラエティ番組となっております。パーソナリティは沖縄唯一の闘牛実況アナウンサー、伊波大師がお届けしていきますよ。よろしくお願いいたします。えー、昨日、 東牛が行われました。昨日も盛り上がりましたね。これで3週連続です。2月28日には、えー、昭和48年生大東牛大会が行われ。で、先週3月7日には第4回平成若地司会の大東牛大会。で、昨日はもう3月の恒例となっております。第5回、弥やよい東牛ダービーが開催されました。全10試合です。すごいですね。あの人数制限を、まあコロナの影響で、 どの大会も1400人限定という風うにやっていますが、3週連続で1400人集まってるんですよ。3週連続で。これがやっぱり沖縄のこの、闘牛の凄さだと思います。しかもですよ、前売りチケット売っている場所が、えー、沖縄市、やら闘牛ビデオ、うるま市、キャッスルハイランダー、ギノワン国営ビデオ、南城市の満腹食堂という、この4カ所でのみですよ、こういう渋いお店、チケットピアとか、 コンビニで買うチケットじゃないですよ。この4箇所でチケット売っていながら、完売するという。これがすごいんですよ。沖縄の伝統闘牛というのは、えー。で、また今週も第5回の平成若地司会行われます。で、昨日もいろんなあの、牛の仲間の関係者とね、話をしてましたが、2月からこの3月にかけての闘牛が盛り上がってますよ。あの、それぞれの工業主、いわゆるこの主催者ですね、が、 マッチメイクの仕方。大会のこの作り方が非常にいいです。もう面白い。全部の大会が盛り上がり見せています。だから、えっ、ー、と、2月28日から始まって、3月は毎週日曜日でしょということは5週連続投球ということになるんですよ。で、投球というのは全部で10試合。10試合ということは20頭の牛が必要。で、20頭が5週やるということは、これ、もう普通に単純計算では普通にあのー、 この1ヶ月間で、ね、2月から始まり100頭の牛が出場するということですよ。100頭。ほー。で、それでいてみんなあのー、これだけ大会が毎週ね、続いているのに、こういういいマッチメイク、カードが組めるっていうのはもう本当に主催者に感謝ですね。ありがとうございます。去年はもうコロナの影響で1年間闘牛を見ることができませんでしたが、そうですよ、去年の3月なんで ね、あのー、いろいろ大会が、最初は予定されていたものが、これがコロナの影響でもう全部なくなってしまって、えー、ようやく復活しました。あとはですね、ま、あのー、大会が盛り上がってきて、やっぱ人数制限1400人というので、なかなかチケットを買えなかった人たちも出てきていますので、い、もう5月になりますと、皆さん楽しみの全頭東急大会、全頭がやってきますので、その時にはもう少し人数制限、 増やしきれてたらいいいののになとうのはありますねだってこの2月3月で大会がそれぞれ盛り上がりを見せもうそれぞれ各投球ファンの中ではいろいろ頭で構想出ると思うんですよ想像予想しながらあはー、えー、軽量級のチャンピオンにはあれが行くんじゃないかなとか中量級はあれとあれが戦うのかなとかで重量級はあ3月に勝ったあれとあの牛が戦うんじゃないかとかいろんなこうもう 頭の中で予想するんですよ、想像を。で、それでもうワクワクしている。はい。 だからこそ、えー、皆さん5月の前頭投球大会を楽しみにされている方はですね、ぜひこれ3月の大会、前、ま、頭、あのに向けての前哨戦ですので、見といた方がいいですよ。で、やっぱいろんな大会見ていくと、前頭大会でも、ああ、この牛は前回ああいう勝ち方しよったなとか、で、こんな攻撃された時に弱かったなっていうのを、これ知ってる知らないでは当日の見方、楽しみ方も違うと思うので、絶対いろんな大会には、 足を運んだ方がいいと思いますね。さあ、この今日の東急列展、えー、生放送で8時まで行っていくわけですが、どうでしょうこの後ね、おそらく、昨日の主催者、やよい会の安藤純子さん、そして、古ンモータース、佐久川正秀さんも、このスタジオに来てくれる予定となっておりますのでね、はい。3人でまた楽しくトークしていきたいと思いますよ。そうそう、昨日安藤さん、牛も勝利しておりますし。 えー、イハタの東急列伝。この番組、多くの皆様の、えー、スポンサーの皆様のね、えー、おかげで、もう長年続いている番組にあります。はい、紹介していきましょう。この番組は、やら東急ビデオ、居酒屋牛心、プティフール、おでん大吉、上村酒造、菊原工務店、のくの島、居酒屋いよいよい、各社の提供でお送りしていきます。それではまずはここでコマーシャルいきましょう。